メタスプリッキナは、積作動物の属の一つ。最初に、カンブリア期中期のバージェス結岩から2個、2012年に、カナダ西部ブリティッシュコロンビア州、クートニー国立公園のマーブルキャニオン炭層から44個の、標本が発見された。エディアから生物群のスプリッキナにちなんで、命名されたが、無関係であることが、後の研究により示された。メタスプリッキナは、 原始的な脊索動物を代表すると考えられており、頭索動物と最古の脊椎動物の中間であると見られている。ただしメタスプリッキナは、ユーカシラ動物の持つ特徴の大半も示すため、この見解を疑問視する声もある。ヒレはなく、頭蓋骨もあまり発達していないが、目は上向きによく発達し、その後方には鼻孔が存在した。最大の標本は、 全長10センチメートル。軟骨で形成されたと考えられる石削が7体の陰刀弓に沿って存在した。石削は単一の骨ではなく複数の分かれた骨から形成されており、前方の2本はエラを支えていなかったと見られる他の骨と比較して大型であった。これらの特徴はメタスプリクキナとアゴゴジョウツナが縁遠藤い関係であったことを示唆している。 当初は海中を自由に泳いでいたと考えられたが、後に海底に位置する標本が発見された。マーブルキャニオン単層に由来する標本からは、目の存在が示されているが、その目の位置を鑑みるに、海底のすぐ上を泳ぐ露過接触者として、生活していたことが示唆されている。陰頭弓が確認されていることから、メタスプリッギナは、陰頭弓を持つ最古の動物となった。 第一陰頭弓は後に、脊椎動物の上下の顎へ、第二陰頭弓は下弓の形態に進化した。当時利用可能だった、バージェス血丸の標本に基づく、メタスプリッキナ復元図メタスプリッキナの発見は、おおよそ同時代に生息していたピカイアと共に、顎工場ツナの起源に関する学説を混乱させる、原因となった。ブランキオストマと違って、ピカイアには、細球が存在しないため、 系統について、以下の二通りの解釈ができる。一つは、メタスプリッキナ以前に、赤作動物門が四つに分岐し、メタスプリッキナと、他のユカシラ動物をブランキオスとマヤ、カシラ作動物と共に一つのグループにし、ピカイアをその外の枝に置くものである。ここにおいてメタスプリッキナは、すべてのアゴ工場ツナの直径の祖先であり、無学類の最も禁煙なグループになる。 この説明では、ピカイアは、ユーカシラ動物とカシラ作動物に全く禁煙で、なく、それらよりも、さらに原始的な動物になる。この場合、ユ頭トウ動物とカシラ作動物は最急により、定義づけられる。もう一つは、メタスプリフキナを、すべてのアゴ工場ツナの祖先かつ再び無学類と、禁煙とし、赤作動物門を形成するものである。しかし、 ピカイアは非常に原始的な親戚ではなくすべてのカシラ作動物の祖先として扱われ、ピカイアとブランキオストマの間のどこかで細菌が集中的に進化したとされる。これにより、ブランキオストマが脊索動物と異なる数の細菌を持つ理由が説明できる可能性がある。ありがとうございます。